る一方。覚悟はいい。ここまで終わりだ。行け。じゃあ、すごい。これがソルジャーの戦い方。ほんの肩慣らしだ。余裕だね。どんどん退治しよう。覚悟はいい。ここまで。行くよ。消えろ。じゃあ、クラウドがいればモンスターなんてもう怖くないね。ティファもな、正直驚いた。スラムに5年だからね。隙をつく。終わりだ。これはスラムの心を何万燃えるの。ここで暮らすんでしょ。さあ、もう一人頑張ろう。そろそろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。束の間でもめでたしめでたしでしょ。そうか。すぐに評判が広まると思うよ。さあ、ビックスたちのところ。協力者を選定中。モンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。瓦礫通りのモンスター、もう戻ったのか。ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。仕事を始める前に新しい武器を調達すれば。必要ない。武器屋さんもクラウドの評判を聞いてれば歓迎してくれるよ。行くだけ行ってみよう。おー、新米なんでもやな。瓦礫通りのモンスター根こそぎ倒されたってよ。宿直室の屋根まだない。やつがある。あんた真相回転なんでも屋なんだろ。そこの家の人すっげー綺麗でさ。この人、あんた真相回転なんでも屋なんだろ。やつがある。おい、あんた、どんなモンス。早速評判になってるみたい。だとしたら、さっきは悪かったよ。武器が売れなくて。仕事で武器が必要じゃないかと思ってよ。よかったらそいつを使ってくれよ。詫び代わりだ。強えやつが使えばうちの宣伝になる。よろしく。ああ、どうだ、他のも見ていかねえか。見るだけだ。
また寄ってくれよな。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、何でも屋の仕事が見つかる。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。あんた真相回転なんでも屋なんだって？あんた協力者を。やあ、いえ、協力の助っ人を。おお、頼もしいね。町の安全、報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい。助かる。協力者候補を発見。照合データの体験を背負いながら呼吸を乱さない心肺機能、金星の取れた筋肉と想定外の逸材です。僕はチャドリー、シンラカンパニーの科学部門で学んでいる研修生です。僕の研究にご協力。まずは手付金代わりです。その見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。それで新たなマテリアを開発できる。シンラの仕事ならお断りだ。僕はささやかながらシンラに反抗しようと活動しています。あなたなら理解できるはずです。新たなマテリアはシンラに対抗しうる力になると。どうしますか？僕を信じられないなら切ってもらっても構いません。俺は本当に切る。つまりそれまでは契約は継続ということ。バトルレポートを達成したら必ず僕に会いに来てください。見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。見破るマテリアを装備にセットして、見破るマテリアを装備にセットして、バトルレポートのデータ収集。ここには毎日いろんな相談が来る。またモンスターが増えたら頼む。一番守るのは自警団は強い。ターレさんに話を聞いてもらう。星のために爆破された。もう一回よ。上からシールとしない。お、ティファちゃん。そいつ、何でもやは。ああ、だったら化けネズミどもを倒してくれ。奴らめ、ウェアラットを引き連れて町中を食い荒らしていやがる。うちの倉庫も襲われて信用。あんた、今笑った？ま、仕事してくれりゃ文句はねえ。ウェアラットの悲鳴を聞いて助けに来るって話。化けネズミのくせに仲間思いなのか。
際じゃ。行け、俺。覚悟はいいか。ここまで。終わりだ。いや、終わり。ここまで。化けネズミはすぐには来ないな。どうしよう。待つ？あ、そうだ。アイテム屋さんに途中経過を報告しようよ。見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集を。働き次第じゃ新たな仕事も頼みたい。見破るマテリアを装備にセットしてバトル。あんた、モンスター到達数が出たよ。見て見て、最新のモンスター到達数だよ。召集剤。あれ、あ、お姉ちゃん。うん、そっか、友達探しを手伝って。この何でも屋のお兄さんが探してくれるって。本当？あのね、友達の特徴は手足が長くてスリムで、好きなのはご飯があるところとかおやつをくれる、あとは隙間。友達は猫の兄弟だよ。猫探しか。3匹とも人懐っこいから声をかければ寄ってく。絶対連れて帰ってきてね。